こんにちは。第一線監督者マネジメント資格 CPF 事務局の磯野です。本日は JMA マネジメント講演会グローバル化と共栄する日本工場創造とものづくり人材育成についてご紹介させていただきます。マネジメント講演会最初の講演は生産教育の取り組みについてアズビル株式会社プロダクションマネジメント本部の井上様よりそのご活動をご紹介いたします。そのご講演のポイントは3つございます。1つ目はスキルの向上とチームワークの発揮、2つ目は広い視野高い感性、3つ目は技能の向上とその伝承です。本日は JMA マネジメント講演会アズビル株式会社井上様のご講演について紹介させていただきました。JMA マネジメント講演会の詳しい内容につきましては03-3434-1930までお問い合わせください。